はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、大阪からラーメンをお届けしたいと思います。本日訪れているお店はですね、先日しのけんくんなんかもめちゃくちゃでかいチャレンジメニューを行っていたラーメン小僧さんというお店にお邪魔しております。こちらのお店なんですけれども、豚骨を使ったね、超濃厚なラーメンがいただけるそうなんですが、なんかね、すごいのがあるらしいのよ。スープじゃない、もう固体すぎてレンゲが立つほどの濃厚なね、ラーメンなんかもあるということなので、そちらのね、ラーメンプラス、まあ、いろんなね、中華そばだったりとか混ぜそばもございますので、本日はそちらの計4品をね、やっていこうと思います。メニューがね、到着するまでもう少々待ちたいと思います。ということで、ただいまね、一杯目のメニューが到着いたしました。一杯目にいただきますのは、小僧スペシャルという水と豚骨のみを使って炊いた超濃厚なスープのラーメンらしいんで、早速ね、こちらいただきます。小僧スペシャルのこれスープね、こんな感じでございます。うわ、豚骨感すごいねうまそう。いただきます。すごいですね禁断っていうね、これよりも濃厚なラーメンがちょっとね、後ほどいただくんですけど、小僧の段階でめっちゃ濃厚。うん、骨感もすごいし、塩分もね、しっかりあるんで、これラーメンに乗せてね、食べてみたいと思います。しっかりとこれスープを麺に乗せて、うまそうだなこれ。で、今回はね、こちらのラーメンとそのレンゲが立つラーメンに関しては大盛りで注文しております。うまっ、いいね、うまっ。スープが超濃厚なんで、必然的にね、麺にスープが絡んでくるんですよ。これがね、絶品ですね。うまっ。で、このね、チャーシューなんだけど、炙りチャーシューになっておりまして、注文が入るごとに焼き入れしてるので、香ばしさがね、もうね、店内にさっきから出てんだけど、このチャーシューもね、いただきます。うん、うまっ。あー、これペロッといっちゃうわせっかくなんで、これスープ海苔浸して、これネギとかのトッピングもね、合わせて。うまっ。うん、マジで久々にこんなに濃厚な豚骨のラーメン食ったかも。これ、ね、スープ自体がシンプルに、まあ、豚骨と水だからこそこんな濃度なんだけど、全然ね、重たくないし、さらっと食べれるのよ。でももうこのラーメンで相当濃度あるけど、次に出てくるラーメンがさらにこってりもったりしてるらしいんで、楽しみですね。これちょっと最後ね、味玉もね、スープにこれ重ねてちょっといただきます。ということで、タイムですね、こちら1杯目、汁もね、ほぼなくなるぐらい、もう麺に絡んで最高の一杯でございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。あ、すっごうやばいですねこれありがとうございます。うわ、今2杯目に来ました。これ特濃のラーメンなんだけど、見てください、これレンゲ立っております。やば。こちらのね、ラーメンが禁断ということで、先ほどの1杯目にいただいたラーメンは豚骨と水のみで作ってるスープなんですけども、そこに背脂が入ったスープらしくて、やばいよね、レンゲ立ってるからねちょっとこちらもね、早速いただきます。見えるかな、背脂も溶けきってるわけじゃなくて、こんな感じでこう粒状に残ってるタイプなんでね、うまそう。これはうまいでしょう。
で先ほどのスープは意外にサラッとしてるんだけど、背脂が加わることによってよりね甘みがプラスされるし、かつこのどっしりとした食べ応え、あこれは確かにあの名前の通り禁断な味がするもうちょっと麺見える、これ汁多めの混ぜそばよ絡み具合がやばいわ。もちろんこってりはしてるんだけど、やっぱりシンプルなので重すぎないし、見た目以上にさらっと入ってくるね。うまっ。ちょっとこれ海苔もいっちゃっていいですか。これでもこの濃度なんだけどサラッとしてるんで、意外にね多分ね女性の方とかも食べやすいと思うな。卓上にこれブラックペッパーありますんで、こちらを使ってね味変していきたいと思います。うーわー、ちょっとこれをしっかりスープ混ぜて、はい、これいかがでしょうか。ほんとね、この豚骨スープ癖になるというか中毒になるというか、一回知ってしまうと定期的にね食べたくなるやつだね大阪かどんなもはやね、ちょっとこのスープは具です、もう具材です、これはね食べないわけにはいかない、ということでこちらね2杯目も綺麗にね完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということでただいまですね3杯目到着いたしまして、今回いただきますのが混ぜそばでございます。でこちらのね混ぜそばなんですけれども、1杯目にいただいた小僧ラーメンのスープを使って作ってる混ぜそばらしいので、あの濃厚なねスープが使ってるってことは絶対にうまいと思いますんで、こちらもねいただきます。ひとまずこれ混ぜそばなんで全部混ぜましょうか。よっ、よいしょ、よいしょ、うおー、うわうまそう。全部具材混ぜ合わせるとこんな感じでございます。これはもううまいだろういただきます。うま、多分この混ぜそばのタレ、それ自体はねかなり甘めに仕上がってて、でニンニクの風味も効いてるし、そこにねもちろん小僧ラーメンのスープのうまみも入ってて、これ抜群にうまいかも。うん、ご飯といきたいご飯といきたいけど今日はね我慢します。うまっ。炙りチャーシューもコロチャーになってていいね。この一口でこれ全部が持ってかれるって感じ。はい、ということで今ね3杯目もしっかりと完食させていただきました。ごちそうさまです。今ねこうやって、まあ、ラーメンも2種類食べてるし混ぜそばも食べてみて、どれもねちょっと違う良さがあるというか、基本ベースはその水と豚骨っていうシンプルなねスープの構成だとは思うんですけど、なんかね返しとか具材とかこれがね変わることによって全然違うメニューになるんだよね。常連さんは多分これローテしてんだろうね
うまい。ってことで最後にいただきますのがこちらの中華そばでございます。この中華そばなんですけれども、いわゆる中華そばでよく使われる鶏ガラではなくて、これね、豚ガラを使って作ってるスープだそうで、これもね、ちょっと楽しみでございます。最後にいただきます。これも上から見えるかな、こんな感じでしっかりとね、背脂が入っております。さっきのこの濃厚なスープに比べて、こっちの、ね、中華そばの方が醤油の甘さっていうのかな、それがすっごい際立ってて、でもね、負けないんだよね。その豚ガラがちゃんといるんだけど、醤油感と骨感のね、それが同時にこう襲ってくる感じ。あのね、中華そばって名前だけど、めちゃめちゃ前衛的な中華そば。そしたらこちらの麺もいってみましょう。麺すすると、スープで飲むよりも、よりね、このはっきりと醤油感飛び込んでくるね。これね、塩分もしっかり効いてるから、優しい中華そばというよりかはもうがっつりとした中華そばで、これからのね、暑い時期とか汗かく時期はちょうどいいかもしれない。そしたらこちらの具材がラストでございます。ということで、ただいまですね、ラーメン小僧さんでびっくりするような、濃度のあるこのレンゲが立つね、禁断のラーメンから、こういったね、中華そばや混ぜそばもいただいてきましたが、正直ね、こういう系統ってなかなか食べれないと思うんですよ。水と豚骨、これがメインとされたもうドロッドロの濃厚スープ、麺にもしっかりと絡みますし、どのメニューも絶品でございました。関西にお住みの方やね、逆にその大阪に遊びに来ますよって方は、ぜひこのラーメン小僧さんで超濃厚なこの、豚骨ラーメン食べてみてください。絶対ね、あの皆さんが思い描くような豚骨ラーメンとはまた全然違うジャンルとなっておりますので、一口食べたら 100% 驚きます。ということで本日もご視聴ありがとうございました、この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、サブチャンネルなんかも最近は始動しておりますので、概要欄の方からぜひそちらもチェックしてみてください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあね。